はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミストレルソング、ゲッツスパイハンドとか回復してね、回復してからまた来よう。シフ編ですね、やっていきたいと思います。今回は羽を拾いに来ました。ちょっと戦力が整ってないんで、まあ、戦力を整えつつ金を稼ぐという感じですね。クロスブレイクは必須なんで、寝て回復させないと。で、多分今回が終わったらちょっとバルハラ選手はジャニルに変えたいよね。やっぱり細剣強いんで、細剣使いが1人欲しい今のところ。全力で行こう。もうここはショックウェーブ使える、じゃなくてサイコブラストが使えるな。あと1上げればね、全然なんとかなんだけど、2ターン目にならないとサイコブラストが使えない。いくつ、まあまあまあ悪くない、 LP 減ったけど、いざとなったら使っていこう。アルベルト、じゃあちょっと寝てからまた来よう。パブを除いたらジャミルがいたんで、変えよう。バルハル戦士装備外せるものだけちょっと外していくか。これは変えられない。傷口だけ奪っていくか。で、毛皮のベスト、レザーグローブ、ここら辺外せんな。で、装備してないやついるよね、やっぱり。レザーグローブ、アメジスト、ちょっとフィッシュフックに変えよう。アルベルトだな、やっぱり上げていきたい。で、アルベルトも一応持たせるだけ持たせるか。武器の術師の杖、これで知力がプラス2。うわ、知力低い、しょうがない。で、バルハラ戦士頑張ったよ、君はまた帰っていい。から外したい人がいる、お願いします。バルハル族戦士、バルハルの血を守ってくれ。二人も抜けてしまったよ。今ガトの村は危険な状態だ。私が聞いてかない、もうそういうのは。で、ジャミル、俺はジャミル、よろしくな。よろしく。私はシフ、バルハル族だよ。よし、羽をゲット、154ジュエル。よし、オッケーオッケー。で、本当はね、四天王今回は全員ぶっ倒したいんだけどね。何をしている。まあ、こいつでも後で来れば戦えるみたいだから、タイニーフェザー道場なるものがあるらしい。まあ、お願い聞いたら入り口に戻されちゃうんで、また登んなきゃいけないんだけど、武器少し揃ったらやってみようか。最近カクラム砂漠の上を飛んでいると、タラール族が大勢砂漠を北へと移動しているのを見たぞ。こんなこと言ってくれるんだ。タラール族の列、リュウサに飲まれ始めた。だが騒ぐ様子もなく、とうとう全員が砂の下に消えてしまった。わざとリュウサに飲まれたようにしか見えなかったが、とにかく不思議なものを見た。参考になったよ、ありがとう。じゃあタイニーフェザーの羽打って、すげえ上がる、めちゃくちゃ上がるんだけど。で、あとグレソが欲しいんだよな。グレソ買って、グレソ買ってまだいけるか。グレソを購入しての、よし。で、そこからなんだっけ、覚醒術みたいなの買って術を完成させよう。4500円か、まあまあまあギリギリだな。で、ここからスペルで構成で解除して、サイコブラストをベースに、サイコブラストベースに生命波動覚醒印か、6で使えるね。で、LP コストは多分魔を1上げればいけるはずなんで、これで魔が3でしょ、これでいけんじゃないか。ちょっと見てみよう。いや、買わねえや。ローザリア術法師が3になんないと無理か。まあでも LP コスト黄色の1だったら、まあまあまあ、いっか、いきなり使えるわけじゃないし、しょうがない。
じゃあまたパッとちょっと金を回収するか。OK。 いいミイラが手に入った。そう、帰りましょう。どうもありがとうございました。これはお礼です。よし、1500円ゲット。ありがたい。82ジュエル。ちょっとね、バルハルマラソンというものがあるらしくて、モンスター退治がね、めちゃくちゃ発生するらしい。というわけで、お金とジュエルの目的だね。モンスター退治に行きましょう。でまた東の洞窟から。これ変わんないのかな。3回目以降が結構強くなるらしいんだけど。なにこいつ、気持ち悪い。ま、今は大丈夫か。シフトがめちゃくちゃ技覚えてるからね。あと単体技はやっぱね、生命波動が普通に強い。火力高いから。あー、ちょっとここら辺モード変えてくるか。ディフェクト、いいね。長剣ディフェクトはほんといい。バーバラ今回長剣使わせようかな。前衛に出してアルベット下げてもいいな。そう考えると生命波動280、火力は全然申し分ないからな。でしかも回復量と消耗量が一緒だから永遠にギャーハハ使える。いいね。っていうかグレスを装備させてねえや。ちゃんと装備させよう。そうそう、手斧一回いらねえな。でグレソにしよう。じゃツバイとグレソを変えて、一応ツバイ持っとくか。10と18ドレスソード12か。シングル9。レイピアやっぱ強いんだよね。単体火力が高い。20超えた武器が欲しい。なに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 、なにこいつ、なんかすげえコミカルな感じになってんだけど。はっ、何、超謎イベントが発生してんだけど。今の段階での親父は強えだろう。これ1回アルベルトガードしとこう。でシングルソードがだから弱い。シングルソードこの2つが弱いんだよな。衝突使うか。ガハ、やばいやばいやばい。ブレイク。いや、猛攻が激しい。一ターン目で打てないのがきつい。これで最高ラストが決まらなければ負ける。アルベルト、やられた。いや、強すぎる。なんだこの謎、超絶謎イベントは。逃げたいんだけど逃げられっかな。固定的っぽいから逃げらんなそうだよね。逃げらんねえわ。無理。終わった。連携された。ハンマーハンマーだ。1、2、思わぬ敵に出くわした。これ敵一緒かな。いや一緒っぽいな。無理だな。じゃあアルベルトとりあえず後ろに下げたんで。いやーどうしようかな。雑魚敵からちょっと先に排除していこう。で防御でしょ。衝突なんとかできないかな。スタンにそれだけでもだいぶ違うかな。まずハンマーいった。パスなし。よし、スタンした。これで倒せないかな。強い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 。
おーい。で、あとはちょっと親父を狙うか。もうアルベルトのサイコブラスト頼みだ。痛い。ちょっとスネークで減らして、死んだ。サイコブラスト、オッケー。 BP アップしてくれた。プロテクターもゲットした。プロテクター何気に役立つからね。序盤、ちょっと待って、ここで死んだら元も子もない。確実に1体ずつ排除していく。デタラメ屋があるんだよな、さっき覚えた。フレキシブルアーム、敵の攻撃も基本的に速いかな。全てが後手に回ってる。一発ミスたな。あとはこいつだけ。切り返しがゼロで使えるからな。やっぱり3にしたい。いいね。縦レベルも上げたいんだよな。だからいろいろやりたいことが多すぎる。そのために金とジュエルが足りない。基礎能力を上げるのも大切だけど、やっぱり金とジュエルだな。追われてんだけど、なんか助けてやろう。早そうな敵ね。え、こいつやばくねえか。いや、そうでもない。てかサイコブラストあと1、あと1なんとかしてほしい。デタラメも使えねえからな。うおぉ、まずった。火力が高すぎる。なんとか一旦耐えてくれアルベルト。多分この戦闘のやつさえ倒せれば他サイコブラストで一掃できると思う。レイノック死んだ。しょうがない。大丈夫だ。アルベルト、アルベルトが残ってくれればいけるはずだ。さすがサイコブラスト。 BP 上がれ。知力上がった、よし。 BP は上がらない。こいつどれだけ助ければいいんだ。あっちにもいる。助けてやろう。強いんだよな基本的に。いや、どういうあれ。てかもう本当にさ、全員ガードする。サイコブラスト頼み。1ターン目全員防御で、なんとか耐える。よし耐えろ。ヘイ、叩きも耐える。いいじゃないか。こっからが全力だ。サイコブラスト、まあ衝突でいいだろうな。デタラメ使うか。でまあ衝突だな。三勝。やばいやばい、アルベルト。やられた。最悪だ。もうどうにもならん。全然当たんねえし。これもうマジ十字切りとかマミ効くのかな。倒した。デタラメ。いや完全に当たらんわ。いやでもいけるはずだこれ。スタン、よし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 。弓はこれでいいや、どうせ効かねえんだ。衝突剣のスタンマジ役だったわ。終わりだ。十字切りは効くね、やっぱりアンデッド系だからか。だいぶ上がったな。さあそしてちょっとめっちゃ追われてるけど、
追われておりますけど、これはなんだ、いける？ダメだ。もう少し必要か、もう一匹くらい必要っぽいね。結局なんだかよく分かんなかったわ。帰ろう、もう意味不明すぎる。ほっとこう、このイベントはちょっと分かんねえ。金金、キットンソックス、さすがにパワーデビルは無理でしょう。泥棒の基本なんだかな。一応やるけど、またアルビルト防御、アルビルトが落ちるともう終わるからな。ジャム先になんか倒しとこう。周りも意外に厄介だからな。ブラックカロって何これ、クライか。わあ、当たらんな。お、竜火返し、いや覚えたけどさ、いや無理なんだって。いや当たんね、全然当たんね。ブラッククラウドの力恐るべき。呼吸がしただで使える。ただでサイコブラスト衝突でダラメ、無理だな、当たらんわ絶対。ベビースイングは意味がわからない。とんでもねえダメージ食らってんな。しかし一体に集中したから、連携の起点になった場合、その効果が連携中持続する技や術がある。この時連携中通常の連携よりも連携率の上昇が加速される。あ、連携率の上昇が加速されるのか、支援だと、支援と呼ぶ。ダメだ、全然取り巻きはとりあえずなんとかなったけど、300くらいだったらもう普通に生命波動の方がいいんじゃないっていう狙い撃ちだな。ヘビースイングってどういうこと？いった、ごめんなさい。2回攻撃タイム、アルビルト落ちた。アルビルトしたらもう終わる。衝突剣しかないからな、強い技が。さいなら。ちょっと待って、いつなんだろうこいつ。無理だ、また後で来よう。よし、キットンソックスは売ってしまおう。上がるな。でバックソード1500円、長剣買おう。これ強化弓も欲しいんだけどな。悩みどころだな。そうするとやっぱり火の鳥は買っておきたいから、このまま金は貯めておこう。過信防御輪はまだか。面倒だから倒しちまおう。わざわざそのために登ってきたのか、バカ者め。俺は強くなる、お前を糧に。で、とりあえず攻撃でいいのかな。アルベルトもまあせっかくだからなんか覚えよう。これはみんなアタックモードだけど、アタックモードだとアタックモードが開きやすい、きらめきやすいんだよね。開始月、まあまあまあ基本的なものは、おお、いいねいいね、覚えていく覚えていく。プラズマショット、お、これはお世話になった。さあガンガン行こう。レバーペッカー、死んだか。スリーピート、いいねいいね。1、2、3、八つ崎、お、強い、早すぎり。ガンガン覚えていくわ、めちゃくちゃ覚えんな。ブラッドスパルタン、
かっこいい。あと3人いってるか。てかさ、こいつこれしかやってこないの。返し好き。なんか単体のくちばしとかしかやってこないんだったら、レバーペッカーまあまあちょい強いくらいだもんね。なんか倒せそうな気がするね。今の状態ではさすがに倒せないけど、なんかもうちょっと頑張れば倒せんじゃねっていう。フェイント、さすがにスタンはしないでしょ。もうアルベルトだけだからな。死を恐れず戦うしかありません。やるしかない。負けたよ。いや、だがだいぶ技を覚えさせていただいた。全体攻撃が欲しいよな。まだ勝てないのか。ここまで戻されるのか。鍛え直しだね。まあ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 、いいものは覚えた。帰ろう。ラファエルがいなくなっている。これはコンスタンツ誘拐されたな。よく来てくれた。ラファエルには会ったかね。いや、会ってないよ。あれはミルザブールの地下牢に入れられている。ようこそバイゼルハイムへ。私はフラーマ。何のご用かしら。とりあえず火の術を覚えとこう。火の鳥1800円。あれ、リバイバが3000円だっけ。火の鳥が3000円かと思ったら、これ買うだけ買っておこう。他いる？いっぱい覚えてると確か LP 消費とか下がった気がするんだよな。とはいえ長期戦になった時生命の炎とか役立ちそうだな。まあまあまあいい。じゃあコンスタンツの場所聞きましょう。サルーインとミルザの。ありあいつと話さなきゃダメ。ラファエルと。ラファエル、その声は来てくれたのですね。金が欲しいかな。何があったかい。ラファエル、教えておくれ。あの夜、町外れのいつもの場所でコンスタンツと会っていました。その時突然モンスターに襲われたのです。大丈夫だよ。コンスタンツは私が絶対に助け出すから。ありがとう。大丈夫だよ。ありがとう。これでいけばいいのかな。よし、コンスタンツのことが聞ける。私が調べたところではコンスタンツはこの町の南の洞窟に連れ去られたようです。それじゃあコンスタンツ救出行きましょう。ここのダンジョンはそんなに長いわけじゃないからね。罠解除。よし。で、チーズ。とりあえずアルベルトがサイコブラスト打てるようにはなったんだけど、結局 LP 使うからね。やっぱりローザリア実行し3人しないとダメか。お、なんか覚えた。アイテムを奪うわけじゃないからね。サイコブラスト強いけど減る。連発ができないね。そうするとジュエルはちょっとアルベルトつぎ込むか。よし。お、金1000円も手に入れた。やった、ジュエルもゲット。でかい。これはいっぱい来た。さて、ここもサイコブラスト撃てばなんとかなるかな。ブラッドスパルタンは使えないか。やつ先にしよう。ちょっとデタラメ打っとこう。でカットインしかない。毒棒だ。毒か、その通りだな。やっときつい。食べてるとさえ残ってくれればなんとなるはずだ。痛い。デタラメ。いやー、命中率さすがに重要だな。アローレイン覚えるまで
ッカーマンだな。残ったか。じゃあ生命波動で八つ咲きにする。まあ打ち漏らしだな。106円、それなりに持ってんね。どなたか存じませんか。いや存じてるだろう。コンスタンツだね。コンスタンツ全然話してないから。帰ろ。まあ、今回は面倒くさいからそのままもう名誉騎士になろう。ありがとう。君のおかげで娘も騎士団もラファエルも救われた。この功績に応えるには名誉騎士の称号を授与する以外にないと思う。意義あるものは意義なし。意義なし。意義なし。ではもらっておこう。金いくらもらえるかな。どんくらい差があるの。7000円くらいもらえたっけ。断ったら。名誉騎士が誕生した。5000か。まあまあまあそんくらいだろうな。名誉騎士とはいえ所詮金か。金金金。恥ずかしくはない。金は必要だ。よし、恒例の教会弓を買おう。でこれは愛車に装備させて、だいぶ強くなったな。でクジャラートいけるか。174愛車。もう一丁80いけるな。2よし。でクジャラートって水があるから、何かを水の魔法を覚えさせるのはありだよな。癒しの水覚えとこう。浄化も一応覚えとこう。まあ、こんなもんかな。であと欲しいものはやっぱ大地の剣欲しいな。そろそろいけるかな。200前後か。ジャミルがだいぶヒットポイント低いけど、ちょっと地下潜ってみよう。という感じでいいかな。じゃあ砂漠の廃墟ですね。こいつが倒せるかどうか。音もまあいない。るあ、こいつか。だったらちょっと全力でいこう。上級職になってレベルが2になっちゃったから結構武器消費が激しいんだよね。でもあと8しかない。八つ咲きも使っていこう。で 3P とレイピアがちょっとないんだよな。演武剣覚えたけど、まあ今使う感じではないし。クロスは耐えられる。一発耐えられるは何かなんだこれ。連携3 1 2 3。1200で死なないか。このサイコロスでどうだ。OKOKOK。 LP 減ってくるしょうがない。じゃあ奥までいけんなこれ。あとはアルベルトの LP がどれだけ持つか。よし、こいつはもう同じパターンでいけるな。アルベルトは6、4くらいになったらちょっとサイコブラスト控えないと危険な。ブロッドスパルトいきなり使えんじゃん。使おう。で3ビートの衝突だな。なんとしない。クロスダウン、シーフレークト、いいね。ブラッドスパルタ知ってるし。結構ミスんな。1、2、3。ミス、絶対誰かミスるんだけど。あとは普通に行こう。生命波動でカットインが使えねえ。ハイブソリ行こう。力屋は大丈夫でしょ。でこいつもカットインだな。クロスシーザーが早いか。
あやくさぎ料理早いしかもミスる。さあこの強撃陣で決めよう。カット抜け黒ドーン。どんどん上がっていくな。めっちゃ追われてんだよね今。逃げろ。いや意外に長い。すぐ行けるかなと思ったら突破した。俺の勝ちだ。あ、アイシャいるけどこれなんかある。あ、おじいちゃんいるじゃん。おじいちゃん。アイシャ、きっとここまでたどり着けると信じていたぞ。お前もタラール族だからな。むしろこの、どうしてこんなところに隠れてたの。村人たちどうやって来たんだ。タラール族の物語。なるほど。私たち人間じゃない。人間じゃない、そういう世界なの。アイシャよ、もうどこへも行くな。ここで戦いが終わるまで待とう。ダメよおじいちゃん、だってみんなと一緒だもん。ありがとうアイシャ、君の力は必要だ。物語が気になるな。人間じゃないって。じゃあ、あとはトパーズを回収して、トパーズゲット265。でかい。ディスティニーストーンを手に入れると結構もらえるな。ミーサの戦士よ、この聖なる大地の剣をお返しします。よし、大地の剣ゲットと言ってもちょっとやっぱりレベル上げないとな。 LP 消費が今のところ激しすぎる。というところで、じゃあジャミルに大地の剣を装備させて、今回はここで終了したいと思います。まあ、まずちょっとやりたいことは、そうだね、ローザリア術法師も3にしたくて、まあアルベルトが最優先で、次ジャミルかな。まあどん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 ジュエルを手に入れてつぎ込んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。